チュニス、チュニス、チュニス、トゥーニスは、チュニジア共和国の首都であり、同国のチュニス県の県都でもある。また、同国の商業、工業の中心地で、アフリカ有数の世界都市である。2014年のシンクタンクの発表によると、世界第81位の都市と評価されている。北アフリカでは、カイロ、カサブランカに次ぐ、第3位である。 人口約83万人、2004年12月、現在、近郊を含む都市的地域の人口は235万人であり、世界第164位である。市外は、チュニスコとその西方の塩湖、セブカセジューミの間の地境部にあり、チュニスコは、地境部を横断する運河で、地中海、チュニス湾に面する外交のラグレットと結ばれる。オリーブ油。 林鉱石などを輸出。チュニス大学がある。チュニスの原型は古代フェニキア人によって建設されたカルタゴ近郊の町である。古代はチェニエスと呼ばれていたようである。チェニエスはカルタゴの衛星都市として栄えたが、カルタゴはローマ共和国との間で戦争を繰り返し、紀元前146年の第三次ポエニ戦争で完全に破壊された。その後、 ローマの俗州アフリカとなり、町は再建された。三百七十六年のローマ帝国の分裂に伴い、東ローマ帝国の俗州となった。七世紀には、ウマイア朝、イスラム帝国は、当時イフリーキアと呼ばれた、チュニジアの占領を目指していた。六百七十年のクバの遠征によって、イフリーキアには、カイラワーンが建設され、ウマイア帝国のアフリカ支配の拠点として、 さらなる拡大を目論んだが、ベルベル人の激しい抵抗にあって苦戦した。その後、発散異文があるイコールヌマン率いるウマイヤ長軍が東ローマ帝国軍を破ってカルタゴを占領。さらに701年にはベルベル人が支配するカヘナも攻略する。これ以降、この町はチュニスとしてアラブ人によって開発されることになった。年アラブ世界では主導権が、 ウマイヤ朝が滅んで、アッパース朝が交流し、イフリーキアでは、イブラーヒームイブンアルイコールアグラブが独立した。アグラブ朝は9世紀初頭に、アッパース朝に認められ、1世紀ほど独立主張国として、君臨した。アグラブ朝時代には、チュニスの地に、港やザイというナモスクが建設され、カイラワーンに次ぐ聖地として知られるようになった。909年。 アグラブ長を滅ぼしたファーティマ朝が、マフディーヤを中心にスマーイール派の王国を築いたが、969年に首都をカイロに移した。チュニジアに残ったベルベル人のブルキン・イブンズイールは、ズイール長を築いて、繁栄を見せるが、ファーティマ朝を裏切ってスンナ派に回収したため、アラブ系スライム族とヒラール族の大軍に攻略された。無政府状態に陥ったチュニジアは、 一時期シチリア王国を築いたキリスト教徒のノルマン人に占領されるが、12世紀には、西方から侵攻したモロッコのムワヒド長が支配することになった。1228年に、ムワヒド長のイフリーキーヤの総督であった、アブーザカディア一世が、ムワヒド長がキリスト教徒の傭兵に頼らざるを得なくなり、自らの宗教的権威を否定したことに対し、同王朝の存立理念であった、 イスラム復興運動、タウヒード運動の真の教えと精神を守るという名目で1229年にアミールの称号を名乗って独立した。これがハフス・アサである。ハフス・アサはチュニスを首都に定め数々のモスクやマドラサ、学校を建設する。また外国からも巡礼者や商人が集まり大都市として繁栄した。16世紀に入るとハフス朝は衰退し、 さらに東方から侵攻してきたオスマン帝国の脅威にさらされることとなった。1534年にオスマン帝国軍がチュニスを攻略したため、ハフス・アサのスルターンは、スペイン王、神聖ローマ皇帝のカルロス一世に援軍を要請し、翌1535年にスペイン軍がチュニスを占領し、チュニス征服、スペインの保護国としてハフス・アサは復活した。 1574年に、オスマン帝国がハフス朝を滅ぼし、その参加となるが、オスマン帝国の地方総督であるパシャ、大使の権力は次々と変わり、実際には、地元総督である米による、世襲の村長やフサイン長のような王朝による統治がなされた。17世紀頃には、イベリア半島、スペイン王国で、モリスコが追放され、 アンダルシア地方に住んでいたムーア人がチュニジアに移り住んだ。もともと国際都市であったチュニスはますます国際色豊かになっていった。19世紀になるとオスマン帝国の勢力は衰え始め、ヨーロッパ諸国の植民地政策がチュニスにも及び始めた。フサイン長はヨーロッパ諸国に習った近代化政策をとったが、近代化政策による歳出の増加により、 財政破綻を起こした。フランスによるチュニジア侵攻の結果、1881年にフランスの保護領となったチュニジアは、フランスの貨幣制度が導入され、様々な権力がフランスへ移管されることになった。20世紀に入り、チュニジア内で独立に向けた抵抗運動が盛んになった頃、フランスは世界恐慌の波を受けて揺らぎ始めていた。 第二次世界大戦において、フランスがナチスドイツによって占領され、ビシーフランス政権が誕生すると、チュニジアもビシーフランス政権の影響下となった。しかし、地下に潜って抵抗活動を続けたシン、ドゥストゥール島のハビーブブルギーバラは連合国軍側を支持し続けた。1943年に連合国軍によって、チュニジアが解放されるとチュニジアは自由紛争の統治に、 復帰したが、ブルギーバはカイロに亡命して、当地で独立運動を展開。そして、1956年にはフランスから独立することとなった。市内中心部から北東に約8キロメートルのところに、国内最大の国際空港であるチュニスカルタゴ国際空港があり、国外から多くの観光客を招き入れているほか、国内の交通の重要な拠点にもなっている。 また、市内中心部の鉄道駅からも、国内の各都市へ向かう列車が数多く出発されている。市内には、バスの他に、メトロと呼ばれる路面電車が五路線運行されており、市民の重要な足となっている。その他、TGM と呼ばれる電車が郊外に向けて走っており、こちらは、カルタゴ遺跡やシディブサイドなどへ向かう観光者にも利用されている。 1966年以降、アラブアフリカ世界の映画を対象としたカルタゴ映画祭が2年ごとに開催されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。